はい、翔太です。りょうです。少量です。はい、少量です。はい、というわけで、はい、今回はですね、あんまり、なんだろうな、こういう話をね、うん、したくないというか、うん、語ろうと今回は思うんですけども、うん、まあ、語る系っていろんな動画でもさ、あるじゃない、うん。そういう人たちもいるんだけど、僕らの動画って基本、まあ、二人で何かしてるとか遊んでたりとか、うん、楽しんでるとか、ハッピーを伝えてる動画にしたいと思ってるから、うん、極力そういう語る系をして、来てはないんですけども、うん、まあでもこうやって今僕が思ったりすることを配信者が伝えなきゃいけないことっていうのは、うん、やっぱ伝えるべきかなと思って今回、うん、動画にしようと思います。はい、はい、まあ最近ですね、僕らに限らず世間一般的に、うん、ネットの誹謗中傷とかがずっと変わらないんですけど、ずっとあると思うんですね、うん、まあそれで亡くなられたりする方も中にはいたりして、うん、めっちゃ重要な大事なことだと思うんですけども、うん、まあそもそもね、必要ないことじゃない、それって誹謗中傷がね、うん、必要ないことだし、うん、心に秘めとけばそれで済む話だと思うし、うんうん、でもやっぱりその誰かに伝えたいとか、うん、心で解決できない人が多かったりして、それで、うん、まあツイッターとかでつぶやく人が多いと思うんですけども、うん、まあその生きていたらまあいろいろあるじゃない、今日はめちゃくちゃ嫌だったな、こんなことあったなってあるけど、それをね、うん、まあ他の人に向けるのは絶対ダメなことだし、うん、って思うんだけど、うん、あ、ちょっと待って、ね、今回いつも字幕とかいっぱい入れてるんですけど、今回は字幕とか特に入れてないので、ちょっとなんか見づらかったりしたらちょっと倍速とかで見てもらえたら嬉しいなと思います、うん、はい、まあなぜそういうことが、うん、こういう話をしようかなっていうふうに思ったのは、僕らのところにも結構あるんです、うんうんうん、まああるよね、まあずっとあるよ、ずっとあるんですけども、まあね、今そのコロナとかがやっぱ流行ってる状態になっちゃって、うん、まあお家にいることも多くなったし、うん、それで割ともっと増えた感じはするの、うん、僕らが始めたちょうど2年ぐらい前の YouTube に関しては、まだその僕らのゲイカップルっていうセクシャリティに関しての誹謗中傷がほとんど多かった、うんうん、で最近はそういうのが、まあ、ある意味どんどんそうやってシャリマイノリティっていうんですか、うん、そういう方がどんどん発信をしていただけることが多くなったから、うんうん、もう最近は結構日常になってきてはいて、そういう誹謗中傷はないんですけども、うんうん、ただ単に例えば、まあ、太ったとか、うん、顔が嫌だとか、うんうんうん、もうどうしようもないこと、うん、を言う人も結構中にはいて、うん、であとはなんか僕らのことをなんか幸せそうだなって思っていただけるのはすごくありがたいんですけども、うんうん、それに関していいですよねあなたはみたいなコメントも多かったりして、うんうんうん、特に僕に関しての直接的なインスタとかで、うん、まあ DM とかが結構多いんですけども、うん、例えば僕はその20代前半でまあ彼に出会って、うん、でこうやって一緒になってっていうのが羨ましく見えてる人にも中にはいて、それに関していいですよねあなたはみたいなことが結構あったりしたんですね。それは最初の YouTube 始めた時からそうだったんですけども、うん、まあでもさ、何もなくて、うん、別にここまでやってきたわけじゃないし、うんうん、なんか周りから認められていいですねみたいに、うん、結構認めてくれてはいるんですけども、うん、全てがイエスっていうか、全てがあいいねいいねって言ってもらえてきたわけではないし、うん、中には嫌がらせとかされたこともやっぱりあるし、うん、だからその見えてるところで、あこの人たち幸せそうだなみたいな、それで見えてる世界が全てじゃないのよっていうのを伝えたい、うんうんうん、その中にはいろいろまあ嫌なことだってそりゃ毎日さ人それぞれあるじゃない、うん、でもそれって別に僕はそれを配信する理由はないと思ってるので、僕はそのみんながハッピーになるようなやつを作りたいなって思ってて、インスタもそうだし、まあ、YouTube もそうなんですけど、そういう風に発信してるので悪いことを書くことはないんですけども、うん、だけどなんかそういう風に言われるのはちょっとやっぱり寂しいなとは思ってて、うん、例えばツイッターとかで何かこういうこと行きましたっていう風にあげて、うん、それでなんか突然知らない人に、うん、まあ嫌なことを言われて去っていくみたいな状態、うんうん、でそれでなんかまあ一応インスタの DM とかを返したりすることもたまにあったんですけど、うんうんうん、それでなんか返した言葉がその人の気持ちに寄り添ってなかったのかわからないけども、うんうんうん、なんかそれで逆にもっと嫌なこと言われたりとかもあるし、うんうん、だからそういうのをね、じゃあ直接的に、うん、じゃあ
一対一で会いましたって言った時に多分言わないと思うの、うんうんうん、だからそのネットの中だからこそ言えることだと思うし、それって良くないことだと思ってて、うん、うんうんうん、まあみんなが絶対嫌な思いするし、うん、いい気分な人は絶対いないと思う、うん、だからそういうのは僕は良くないだろうなと思うし、許せないことだろうなって僕は思うし、うん、僕多分この話は多分他の何かで発信したことないと思うんですけど、僕はもともとその将来の夢で、うん、あのアナウンサーになりたいってことは多分あの動画でも伝えたことはあったんですけども、うん、そういうふうにやりたいと思ってて学校とか進学したんですけども、うん、それでちょっとまあ辞めざるを得ない状況になって、うん、まあ家庭の事情で辞めざるを得なくなっちゃって、うん、一人暮らしを始めてっていうのが10代の時にあったんですけども、うん、結構大変だったの一人って、うんうん、18歳未満って10時までしか働けなかったし、うんうんうん、でもその10時までに働けないけど別に仕送りとかももらってないから自分で暮らす分は全部稼いでいかなきゃいけないし、うん、食べていかなきゃいけなかったし、うんうん、まあ今はこうやって一緒に暮らせてるからまだいいんだけど、まあその当時はやっぱ大変だったし辛かったんですけど、僕がもともとしたが将来の夢ってアナウンサーだったなって思って、うん、やっぱでも伝えることをしていきたいなっていうふうに思ってきたの、うんうんうん、それはもう社会人経験をね、うん、何年かして思って、それでまあ発信する人になりたいなって思って、うん、でもまあ正直学歴的に無理だったし、うんうんうん、もうまあ年齢もまあまあ年齢はまあどうにかなるかもしれないけど、伝えるのってまあテレビだけじゃないと思うから、うん、まあラジオとかもそうだし、まあ YouTube とかもあるから、じゃあやってみようっていうことで始めたの、うん、だからいっちゃいっちゃ、うん、とかそういうのもあげるんですけど、うん、伝えることをちゃんと伝えたいなと思って今回こういう動画にしたわけですよ、うん、でまぁ、あ、ちょっと話は脱線しちゃったんですけども、うん、まぁ、あ、些細な DM とかメッセージをする時でも、うん、自分は相手を傷つけてないからこれ送っていい、うんうん、と思ったとしても、うん、受け取る側がどう判断するかだと思うのね、うんうんうん、受け取る側が、あ、もうこの言葉言われたくなかったなとか、うん、そういうのもあったりするから、送る人も一回考えた方がいいだろうなって思う、正直、うんうん、でそれ考えた上で送った方がいいとは思ってます、うんうん、僕が伝えたいのは、まあみんながハッピーなことを言っていったらもっとハッピーになるんじゃないかなと思ってて、うんうん、嫌なことは言う必要ないけど、うん、いいことは言っていく、うん、言ってってもいいかなと思って、うんうん、みんながそういう風にいいことを言っていくことで、うん、やっぱりみんな良くなる、まあ、うん、ポジティブなことを言っていくのがいいんじゃないかな、ネガティブよりかは、うん、とは思ってますね、うん、なんかごめんなさいね、金曜の夜にあれなんですけども、うん、僕たちはハッピーになるような動画とか、うん、ニコニコワクワクみたいなやつをお届けしたいと思ってるので、うんうん、それに対して、うん、まあポジティブな、うん、よかったよとかそういう風なコメントとかで溢れたら、うん、嬉しいなぁと思ってて、それは僕らの動画だけじゃなくて YouTube 全体がそうなってほしいなって思う、うんうん、うんうんうんって思ってます、うんうん、ひょにょ、はい、というわけでですね、今回はちょっといつもの僕たちの動画とは違う感じで真面目に語ってみたんですけれども、僕はまあほとんど喋ってないんですけど、もう翔ちゃんが言ったことはほとんど同じ気持ちでいるので、僕たちからの、まあ、メッセージということで受け取っていただければなと思います。はい、というわけでですね、今回の動画はここまでにしたいと思います。ハッピーな動画を楽しみにしてますっていう方は、高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もやってます。お願いします。もう一回ね。はい、インスタ、ツイッター、TikTok もやってます。はい、お願いします。なんでまた間違えるの。間違った。はい、インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。